ジョゼフ・ユー・イング・マクドナルドは、インディアナ州選出のアメリカ合衆国会議員、及び上院議員。オハイオ州バトラー郡に生まれた、彼は1826年に母と共にインディアナ州モンゴメリーに移り、同州ラファイエットにいた12歳の時、バグ販売の見習いをした。ウォーバ州大学に入学し、1840年にアズベリー大学を卒業した。 ラファイエットで法学を学んだ彼は1843年に弁護士資格を取得した。1843年から1847年まで検察官を務め、後にクローフォーズビルに移って1859年まで弁護士業を営んだ。マクドナルドは民主党員として第31議会議員選に当選し、 1849年3月4日から1851年3月3日まで報職した。彼は1850年の最終名候補者とならず、1956年にインディアナ州司法長官に選ばれ、1858年に再選された。1859年にインディアナポリスに移り、1864年にはインディアナ州知事選挙に出馬したが、 落選した。後連邦上院選に当選し、1875年3月4日から1881年3月3日まで、報職したが、再指名を受けられなかった。上院議員時代、彼は、公有地委員会の委員長を務めた。1891年、インディアナポリスで死去。クラウンヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。